ちは、はじめしゃちょーです。お前たち、夏といえば何かわかるか？そう、祭りだ。祭りってのはもういろんな祭りがあるわけよ。夏休みの間には様々な祭りが各地でかなり行われている。そう、夏といえば祭りだ。まあ祭りって言ったら君たち何を買いますか？まあ、あれを買うしかないっしょ。あ、これもう決まってる。まあな、結局な。まあそんなわけなんだよな。こちら、夏といえばこれだよな。あ、間違いない。かき氷よな。まあ祭り、やべ、ちょっと俺ガリガリで、ガリガリだ。かき氷を食べると思うんですけども、今回こちらに王道の3種類を準備したんですけども、こちらの王道の3種類、いちご、メロン、ブルーハワイ、この3種類がね、まあ主な王道のかき氷だと思うんですけども、かき氷のフレーバーだと思うんですけども、みんな何の味が好きかな？僕はね、迷わずブルーハワイが好きだったんですけども、なんと最近ですね、なんとね、とんでもない情報を知りたわけなんですよ。本当かはわかんないんです。俺聞いた話だからちょっとなんとも言えないんですけども、かき氷のシロップ、全部味が同じらしいです。俺はこれを聞いた時びっくりしたよ。なんかネットにもなんかほぼ確定的な情報があったらしくて、裏を見ても原材料名のところ違うのは色とか色素とかそれ以外は全部成分が同じなので、下手したらねマジでね色が違うだけで味が全部同じなのかもしれません。真実かどうかは俺は知らない。それを確かめるために俺がいるんだろ。もしですよ、これが3つとも同じ味だったら、祭りの屋台とかでだよ、私何味が好きとか私この味が好きって言ってるやつは、色に騙されてますね。それが本当かどうかっていうのは知んないよ。わかんないので、今日は実際にこの俺様がね、グラスに3つ入れて、オイルが目隠しをしたままでもう味を全部当てます。で、俺が当てれたら、てか毒々しくね、当てられたら、シロップの味は色によって違うかもしれない。全部同じに感じたら、俺たちは今までイチゴ味、メロン味とかが好きって言ってたやつら全員、ってことになっちゃうんで、俺ちょっと責任重大だよ。ここで俺がもし全部同じって言ったら、いろんな人がバカにされちまう。俺は当てるよ。ちゃんとイチゴ味、メロン味、ブルーソーダ味、ブルーハワイ味ってちゃんとあるんで。ところでブルーハワイ味って何なんすか？ひょっとしたら本当に全部同じなのかもしれないんですけども、とりあえず確かめていこうと。はい、まず味見です。シロップだけで飲むの初めてだな。あ、これこぼしたら絶対アリが出る。うわぁ！うわぁ！こぼしちゃった。毒々しい色ですね。できれば飲みたくないでした。味を一個ずつ覚えて、その後目隠しして全部当てていきます。メロンの匂いがする。メロンの匂いがする。ああ濃いな。かろうじてメロンの味がします。メロンだ。メロンの味がする。ブルーハワイ味ってみんな普通に言うけど、実際みんなブルーハワイなんて食ったことないっしょ。架空の生き物かもしれないですよね。あ、うん、かろうじてブルーハワイの味がしますね。ブルーハワイがオイラ一番好きなんで、ブルーハワイの味はします。いける。多分いけます。じゃあ最後、あ、イチゴはわかる。イチゴはイチゴっぽいわ。イチゴはすごいわかりやすい。イチゴが一番匂いが強いな。匂いが強いのはイチゴです。よし、整いました。お前ら見とけよ。このシロップマイスターはじめんがね、今から全部のシロップの味をね、ちゃんとバッチリ当てますから、色を見ずに味だけでシロップを判断していこうと思います。シャッフルします。はい、じゃあそろそろもう本当にわかんないんで、では、スタートです。これから当てます。はい、この色だよ。いきます。あ、イチゴではないな。イチゴではない。ちょっと飲んでみます。あ、ブルーハワイ。同じだー。本当にね、マジで全部同じです。ちょっと無理、わかんない。おまけで全部足すと何色になるかやってみたい。うわ、やべえ、真っ黒になっちゃった。